はい、どうもこんにちは、平田家具店店長の平田隆です。今日はですね、カッターの刃の折り方あれこれということでお話ししたいんですけれども、カッターの本体のお尻にですね、こういうふうにカッターの刃を折るための部品っていうのがあると思うんですけれども、これがないタイプっていうのもあるんですね。もしくはこうその部品をなくしちゃったですとか、そういう時にどうやって刃を折るかというお話をしたいんですね。それでですね、その1なんですけれども、ペンチを使う方法っていうのが一番簡単かなと思いますね。ペンチなんか用意していただきまして、カッターの刃を1つ分出していただいて、こう掴んで折ると、これが一番簡単で安全かなと思いますね。でペンチがない場合どうしようかという話なんですけども、そんな時はちょっとこう乱暴なんですけども、これは手で折る方法っていうのもあります。手で折る場合はですね、こうカッターの刃を2つ出していただいて、そこを掴んでいただいて、えいと気合で折るというわけですね。これはちょっと危ないので、怪我にちょっと気をつけていただきたいなと思いますね。でその3、これプロっぽい方法ということで、これが店長一番よくやる方法ですね。肩の刃を一つ出していただいて、こう下に押し付けて折る方法なんですけれども、刃に溝の入っている方を下に向けていただいて、で親指をちょっと添えていただいて、えいとやるとこんな感じで折れるわけですね。で刃が下に残るんですけれども、これ親指を本当に添えているだけなんですけど、親指を添えないと、これ親指添えないバージョンですね。はい、こんな感じでこう刃がどっか飛んでっちゃうわけですね。なのでちょっと危ないので、こう親指を刃の上にちょっと出してあげて、飛ばないようにしてあげているというわけですね。はい、こんな感じです。これカーペットの上なんかでやっていただいた方がいいかなと思いますね。傷ついちゃうので。はい、以上です。ブログもやっておりますので、よろしければご覧になってみてくださいね。ありがとうございます。